魚谷哲夫は日本の政治活動家、維新政党、新風初代、3代5代代表。新風の初代代表、創始者として京都市内の各ターミナルなどの要所で演説をするなど、京都府を中心に運動を展開している。現行占領憲法体制によって創出させられている国家主権意識の回復なくしては、真の国政改革はなく、 国民生活の調和も得られない。と主張。戦後体制を否定する立場から、右は自民党、左は共産党に至る既存政党を戦後体制派と批判し、唯一の反戦後体制派である新風が国政に進出し、戦後体制派と戦っていく必要があると主張している。この目的を達成するために、外戦活動や、 講演会などで知名度上昇を図りつつ、各級選挙に候補者を擁立しているが、現時点では公認候補の当選例はない。ことさら参議院議員選挙比例代表の擁立に固執しており前代表の鈴木信幸が平成29年11月の葛飾区議会議員選挙に当選した際も、 比例代表でなければ意味がないと発言しており、新風から支援者が離脱した一つの原因と言われている。新風前副代表で魚谷とコンにしている瀬戸博之によると、選挙の活動資金や協託金を、投費、寄付のみでは捻出できないことから、魚谷が個人的に資金集めに奔走しているとのこと。歴史的金遣いの文章を好んで用いる。ありがとうございます。